なんか、昨日と今日咳がすごくて、で、倦怠感もすごかったんですよね。でも、まあ、あるあるかな、みたいなね。結構、そもそも咳する方なんで、喉が乾燥してるだけかなとか思ってあんま気にしてなかったんですけど、今日、ちょっとこれ、一応、抗原検査やっとくかなと思って会社でやったら陽性だった、って感じですね。悲しい。なので今日は、早退させられましたね。送ってもらっちゃいました。次長に、家まで送ってもらっちゃいました。申し訳ないね。ウーバー頼んだので、これ、紹介、スープ。あとね、餃子。めっちゃ美味しそう。もう、油がすごい、これ。いや、悲しかったな、ちょっと。でね、これ、すんごいでかい。見て。美味しそうだけど。チャーハン頼んだ。これ全部で1800円ぐらい。あ、美味しそう。いただきます。いや、コロナさ、明日ね、まだ抗原検査の段階ですからね。いただきます。PCR じゃないんで、断定はできないんですけど、コロナって。だけど、9割当たるらしいからね、あれ。コロナやん、それは。それはコロナや。悲しい、なんかな。なんか勝手にさ、自分はならないもんだって思ってたんだよね。過信でしたね。だってさ、2年間ぐらい流行ってんじゃん。2、3年間。なんなかったんだよ。それは自信も持っちゃうよね。悲しいでも。なるわ。なんだなって思ったね、本当に。でもさ、この前の3連休だと思うんだよ。かかったとしたら、かかってたならね。でも、大して何もしてないっていうか、すごい人混みに行ったわけでもさ、ディズニーに行ったわけでもなければさ、ずーっと一人でいたりさ、あとは友達といたりしたんだよ。友達の家にいたりとか。いただきます。なるんだね。同じことずっと言ってるけどさ、いや、大したことしてなくても、これになるわ。ね。美味しい。中華、久しぶりに食べた。美味しい。これ多分1キロぐらいあるわ、本当に。やっぱ上司にさ、体調悪かったなら言ってほしかったとかってね、言われちゃったよね。まあそうよ。体調なんてね、自分自身しかわかんないですから、言うべきだったんだろうけどさ。でも、熱あって味覚もあ、あ、熱なくて味覚もあって、咳も普段、まあどちらかというとする方だし、倦怠感もさ、まあでもすごかったんだよ。まあ確かに。すごかったんだけど、報告、しなかったね。これぐらいなら我慢できちゃうとかって思っちゃうよね。それにさ、明日違う会社さんに行く予定もあってさ、ド新人でさ、ね。言わなかったわ。中華うま。てかさ、うち24歳なんだけどさ、で、まだもうちょっとで25歳なんだけどさ、今年ね。年々情緒が安定しないわけ。これどうすればいいの？情緒安定してないところにさ、体調悪くてコロナになってってさ、もう。動かない、動かない。そう思わんか？マジ減らない。見てすごい。これ800円ぐらいで、800円ぐらい。お得。で、ちょうちょの話に戻るんだけどさ、中学校の時とか、もう何にも、さ、心が揺らがなかったわけ。
とにかくさ、泣きもしないし、そうね、泣きもしないし、なんかね、すべてのことをね、客観視してたわけ。これ女の子が多いらしいね。うん、もうさ、そうそう。なんかさ、親が離婚するとかさ、そういう話になった時も、この人は、うちの親である以前に、一個人だから勝手にしていいよ、とか思ってたわけ。大人だよね。でも、今はね、本当にちょっとのことで、狂うわけ。良くないね。本当に良くないよ。25歳のメンヘラは、きついよ。ね。ねえ。ね。そういう心持ちのところにコロナになっちゃってるわけだから、もう。さっきまで泣いてたから。かわいそう。さっきまでね、一人でね、弱って泣いてたの。なんでなの？なんでこうなっちゃうの？全部とか思って。むしろ精神年齢。こう上がってて、23歳ぐらいでこう、なっちゃってるわ。そうね。もっと前かな。15歳ぐらいが一番大人だったかも。恥ずかしいね、本当に。これ多いわ。明らかに。これ3日かけて食うやつだわ。おなごが。じゃあ。この肉うまい。明日はね、朝から PCR 受けに行ってくるよ。陰性だといいな。ってな感じで食事を続けます。みんなも気をつけてね。バイバイ。